こんにちは。こんにちは。主役がいないんですけれども、今回ちょっと理由がありまして、今撮影しているのがですね10月の23日なんですけれども、昨日ですね、10月22日に豊さんが誕生日を迎えたんです。なるほど。せっかくなんでね、サプライズドッキリを豊さんに仕掛けていこうじゃないかと。やっちゃいましょう。で、僕らスタッフさんとかもみんな口裏合わせて、昨日豊さんに誕生日おめでとうとかメールは送らないようにっていう、はい、だからもうみんな知らないっていう体で今日を迎えてるんですけど、なるほど。中でサプライズなドッキリをプレゼントとかケーキとかもしっかり用意してるんですけれども、一応僕らその豊さん誕生日だったっていうのを知らない体で今来てますんで、本当に今回ちょっと泣かせる企画になっちゃうかもしれません、豊さんを。なんでちょっと皆さん乞うご期待ということでお願いします。涌井投資は86年、96年、6月ですよ。あ、6月だ、2人とも。いやでも今日撮影日の松井正夫選手、誕生日らしい。あら、そうだ。はい、10月22日、俺の誕生日だって知らねえだろ。なんで松井正夫の知ってて俺の知らねえんだよ。えっ、ちょっと待って、グループラインでも一人もないよ。いや、ちょっと言ってくださいよ。お前言わんだろ、お前。お前そばにいる人間忘れて遠い向こうの雲の存在よ、お前。今日誕生日です。バカ野郎。いや、豊さんも雲の存在ですよ。いや、ありがとうございます。いや、本当だよ。ということは、60歳ですか。60歳。そう、おめでとうございます。ありがとうございます。豊さん、忘れてるわけないじゃないですか。当たり前じゃないですか、そんなの。当たり前ですよ。今回ってますよ、これ。おー、マジですか。もうサプライズドッキリでございます、豊さん。みんな忘れるわけないじゃないですか、豊さん誕生日。本当にもう正直言うと、今回豊さん誕生日だったのでプレゼントの方を用意しております。ありがとうございます。3時間前に入ってますよ。そうですよ、僕ら。嘘で。いや、もうグループラインで入っていいですかって。お前、いやすか、作詞ですから。まずはちょっと僕の方からプレゼント、いいですか。ちょっと重いっすけどね。じゃあ、そういうことね。これ、しまうぞ。お前、家から持って行ったじゃん、俺の。これ、開けるまでもないわ。もう開けたくないわ。これ、雨降ってたから、本当に移動が大変だったんすから。おめでとうございます。これ、俺の家から頑張らない。まあ。じゃあ、持ってきますわ。豊さん。60歳っていうことで、はい。絶対還暦になるんですよ。自分からはい、こっちの このカニ、赤いちゃんちゃんこならぬ赤いカニっす。まあ、赤いカニをちゃんちゃんこの、お、サプライズはどうだったんですかね。これはさ、買った感じがするんだよ。なるほど。はい、これは俺のだ。まあでもサプライズ大成功ということで、すごい。はい、豊さん、はい、お誕生日おめでとうございます。どうぞ行っちゃってください。おめでとうございます。まだ始まってるぞ。ちゃんと20歳ということで、日頃の豊さんにね、自分たちもお世話になってますし、縁をさせていただいたっていうところで感謝の気持ちを込めて、スタッフ一同、こちら受け取ってください。おめでとうございます。でこれは講演会であったりとか、そうですね、そのプロ野球ニュースでこれからクールドリーズが終わってスーツ着るときに、この着用してほしいなって、と、この DNA 色っていうところで、ありがとう。嬉しい。お誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。なんか偶然かもわかんないけど、同じの持ってるわ。ええー